続きまして、学者たちの、安倍政権のこの政策に反対する立憲デモクラシーの共同代表であります山口次郎さん、お願いします。皆さんこんにちは、法政大学の山口です。私はこの戦争法制立憲主義の破壊に反対する学者のグループ立憲デモクラシーの会の共同代表の一人としてご挨拶いたします。今回憲法学者が安保法制は違憲である言い切ったことが大きなインパクトを与えました。これこそ学者の本来の仕事であります。自民党の河野ら副総裁はそれに怒って最近憲法学者は憲法の字面に肯定するとか学者の言うことを聞いていて平和が守れるかなどとイチャモンをつけています。とんでもない。憲法学者が憲法の条文にこだわるのは 1+1=2 であるという数式に数学者がこだわるのと全く同じであります。河野さんは 1+1 が犠牲者の意向によって3でも4でもなるというような独裁国家を作りたいのか、ふざけるなと言いたい。これから我々学者の先達が戦後憲法と平和を守るためにさまざまな発言をしてきた。そのことが市民の力と相まって日本の平和を守ってきたというこの歴史を無視してはいけません。安倍首相は集団的自衛権の行使によって日本が戦争に巻き込まれる、そういう批判について当たっていないというが、そんなことはない。なぜ日本は戦争に巻き込まれずに済んだのか、それはまさに55年前この場所で何十万という市民がこの国会議事堂を包囲し安倍晋三の祖父岸信介を退陣に追い込んだ。そのことが日本の平和を守ったんです。もしあの時岸の野望通り憲法9条が改正されて自衛隊が単なる軍隊になっていたら日本は間違いなく60年代末のベトナム戦争に兵を送る羽目になっていた。そしてたくさんの人を殺し殺されるという悲惨な歴史になっていたはずであります。まさに憲法を守る市民の力が日本を戦争に巻き込まれないようにしてきた。これが歴史の事実であります。この戦い安倍晋三は祖父岸信介のいわば意趣返しいわば遺恨を晴らすために敵討ちをしようとしてこの違憲の安保法制を進めようとしています。我々は55年前のあの先輩の思いを引き継いで安倍晋三を返り討ちにしようではありませんか。今回皆さん戦いはこれからです。これからも国会の周りに集まって安倍晋三を退陣に追い込むまで戦い抜きましょう。ありがとうございました。ここで、実は今日の、国会包囲の行動は、海外の人々にも大変注目されています。連帯のメッセージを、様々いただいています。ただ、全部を紹介することができませんので、まずオーストラリア 国立大学の名誉教授で、ガバン・マコーマックさんのメッセージをすいません、端折ってご紹介します。この方は日本のことを大変よく知っている方です。日本滞在は短い時も長い時もありますが、もう50年以上日本と付き合ってきました。今ほど日本が決定的な転換を迫られている時はないように思います。まさに今行定されている戦争関連法案のためだけではありません。平和憲法の上に築かれた国家体制が何十年かの間に少しずつ少しずつ侵食され空洞化され、最後に残った骨組みが大きく崩れ落ちる寸前に見えハラハラしています。大正デモクラシーがいつの間にか昭和軍国主義に変身したように、敗戦直後の民主主義ががらりと変容する様相を見せています。ちょっと飛ばします。この方は沖縄のことを大変気にされています。沖縄の市民は日米政府の軍事優先主義と日米地位協定による
米軍の特権に反対し、ありとあらゆる非暴力的な手段で戦ってきました。長い間、平和国家日本の市民は沖縄の戦いにそれほど高い関心を示していませんでした。しかし今、沖縄と本土の市民は改憲阻止、辺野古新基地建設反対で協力し合わなければならない土壇場についてしまいました。安倍の美しい新しい日本、安倍にとっての日本は、日本にとっては日米安保と強い軍事力は憲法より何より大切なのです。しかし世界の市民が日本の各地に広がった戦争反対、戦争させない運動に大きな期待を寄せています。負けてはいられません、頑張りましょうというメッセージです。実はたくさん大変いろんなところからメッセージをいただいてまして、カナダ、フィリピン、カザフスタン、ポルトガル、それからですねセネガル、コンゴ、それからインド、それからシリア、そしてブラジルなどから、平和団体、労働団体から、連帯のメッセージをいただいています。私たちのこの戦いは世界の人々と共にあります。頑張り抜きましょう。それではコール、山さんお願いします。それでは皆さん、もう一度国会に向けてコールを上げていきましょう。戦争法案今すぐ廃案。